新刊家康の選択小牧長久手大絶賛予約中鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは自分の書いた小説を客観的に読む方法。今日はお便りボックスに寄せられた質問です。先生、毎日 YouTube 更新お疲れ様です。はい、どうもありがとうございます。私は社会人10年目の小説家志望者です。はいはい、独身の一人暮らしです。うん、なるほどね。小説を書いては投稿し、予選通過したりしなかったりです。ああ、なるほど。まあ大体あのぐらいの出力ね。時々予選は通るんだ。ここで一つ相談です。はい、どんなことでしょうか。自分の書いたものを読み直すときに、自分の作品の下手さや荒さが目立ち、最初から書き直したい衝動に書き駆られます。うん、なるほど。締め切りに間に合わないので諦めますが、まあそこ大事ですな。手直ししながら自分の作品の何が下手で、どうやったらうまい文章、うまい小説になるかを考え始めると頭がおかしくなりそうです。ああ、おかしくなる人結構いるので気をつけようね。せっかく300枚も書いたのに、せっかく300枚も書いたのに、予選は通りたいという気持ちが強いのに歯がゆいです。予選は取りたいじゃなくて、君の目標は予選を取ることじゃなくて受賞することだからね。そこ間違えないようにね。はい、どうしたら冷静に自分の作品を見つめ直せますか。お答えをします。先にね、結論を言っておくと、アマチュアのうちはね、自分の作品を客観的に読むことは難しいです。それができたら、それができたら特にデビューしているので、プロでも難しいです。プロでも自分の作品を客観的に読むのは難しい。客観的に、冷静的に大体このぐらいっていうのを読むのは難しいのでね。ということです。僕も10年ぐらいかかったかな。大体これだったらこのぐらいかなっていうのはね。で、やっぱり自分の書いたものが面白いようになるのっていうのは、僕は10年かかりました。もうちょっと早い人がいるけれどね、やはり書いた分量によって違ってくるので、そこら辺の話は先にちょっと、流れでだけ言っとこうね。まず、なぜ自分の書いた小説を客観的に読むことができないと感じているのか。大きな原因としては4個かな。一番大きな問題は、自分の書いた客観的作品を、小説を客観的に読むことができないことの一番大きな理由というのは、そもそも自分が下手だということを受け入れられない。ここが一番大きい、です。どのぐらい下手なのか、デビュー前の新人の作品っていうのは下手なのは当たり前なんだけど、頭の中に、思い描いてるか、どんな作品を思い描いてるかっていう問題もあるんだけども、基本下手です。で、それは別に恥ずかしいことではない。デビュー前なんだからね。ただ自分が下手だということが受け入れられないので、その客観評価ができないっていうふうに思ってると、そういうことが普通です。
それからと、書き上げたばかりの二つ目、書き上げたばかりの小説はどうしても愛着が湧いてしまい、客観的に評価することが難しい。いただいたお便りにもあってね、せっかく300枚も書いたのに予選は通りたい。書くまでに何ヶ月も何ヶ月もかかってるだろうし。で、一作一作、この行を書くときに一体、この時に何があったのかって書きながらやっぱ思い出すと思うんだ。こう、眠い目をこすりこすりとか、社会人になって上司に、あ、この時言われてこれやろうと思ったよなって思いながら、ここで一発当ててやるんだぞって思いながらこの行書いたよねとかっていうことを思い出したりすると、なかなかそのをどんなに苦労して作品を書いたかっていう思いと作品の良し悪しって全然別のもんなんだけれど、やっぱその書き慣れてないとさ、愛着が湧くので、そうすると客観的に評価することって難しいよね。あと、その次、自分の作品、自分の小説を客観的に読むためのスキルが身についていない。あ、これも大きいです。さっきちょろっと話をしましたが、やっぱり、自分、小説を読むスキルっていうのは、書くために読むスキルと読むために読むスキルって全く別のものです。書評家の評価っていうのは読者に向けてのガイドブックであって、書くためのガイドブックではないので、書評家の意見ってあんまりはっきり言う、書くために参考にならんのだ。で、こう、実際に自分で書くときに、まあ、僕が受講生から送られてくる、作品の評価っていくつかチェックポイントがあるんだ。テーマが書けてるとか、テーマだとか、キャラクターが、魅力的なキャラクターとかオリジナリティとかって僕はもうそこまでで高度な話はしない。何が書きたいかちゃんと伝わってるか、テーマが伝わるか、誰が何をする話なのかっていう、そういうストーリーが伝わってるのか、それからディテールね、つまりその好奇シーンのだったらそのシーンがちゃんと伝わるように、シーンの 5W1H が伝わるように著者の頭の中に浮かんでる状態でこちらに伝わってるのかっていうことをチェックするんだけど、これ、そういうことができれば君、とっくにプロになっているのでね。ということです。で、まあ、それってやっぱりスキル必要です。スキルが必要。で、まあ、僕は才能がないので10年かかりましたけど、初めからできる人もいる。それは本当にいるので、ただそういう人は、初めからできる人は、初めからこう、スケートをするのに、初めから、靴履いて、初めから後ろ向きにスーッと滑ることができるような人がいるのと同じことに、のと同じように、そういう人の話ってあんまし参考にならんのだ。なんでできないのっていう、そういうふうになるからね。んで、解決策。こういった原因があるんだけれど、こういった原因について、解決策ってね、一番手っ取り早いのは、もう、とりあえずね、小説書くことができているんだから、こう、僕の、書いた、何が何でも長編小説が書きたいでも書いたんだけど、一番難しいのってまず書いてそれを最後まで書き上げるっていうのが実は一番難しい。この質問者さんも自分で痛感してると思うけど、本当に書き締め切りまでに書き上げるの大変だよねっていう。
で、それをクリアしてしまったら、あと書き上げるっていう、その情熱は惜しみようがないんだけど、書き上げた作品をどうやったら、まあ、新人賞が受賞できる程度の水準に引き上げるかっていうのは、これ技術の問題なので、そこら辺で、質問者さん、もう一番手っ取り早いのは小説講座に通うことです。で、要はね、その小説の書き方、どうやったら客観的に自分の作品を読めるようになるかっていうことのスキルが、学べるようになるので、これは今本当にいい小説講座いっぱいあるのでね、時々小説の書き、時々でもないな、小説の書き方はならもんではありませんっていう人はよくいるけれど、それは鈴木喜一郎小説講座の実績を見てわかる通りなので、まあ、あれこれ言ってないでさっさと小説講座に通った方がいいです。どこでもいいんだけど、なんていうの、自己実現のための小説講座ではなくて、プロになるための小説講座に通うってことは大事です。だからその小説講座からどんなプロが出てるのかっていうのを、それはチェックすることが大事だけど、まあ、それさえチェックすれば、あとは、誰がやってる講座なのかっていうことと、その、講師は誰がやっててどんなもん書いてるのかっていうことのチェックをすることを忘れないようにね。あと編集者がやってる場合があるんで、その編集者がやってる場合だったら、その編集者は以前どんな会社にいたのかっていうことをチェックすることは大事だけどね。小説を客観的に読むことっていうのはプロになっていくための必須のスキルだと思ってください。自分の小説を客観的に評価して修正していく必要があります。うん、そうだよね、そういうふうなので、まあとりあえずその自分の書いた小説をとにかくね、長編書き上げることができたので、まあ、まず一番最初の一番難しいハードルはクリアしたのでね、まああとは技術、小説技術を上げていくだけなので、まあまあなんとかなるよ。ぼちぼちやっていきましょう。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えていただけると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大量芋の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木喜一郎作家ラジオ、そんなところで、ではではでは。